あ、カラオケぼっち。カラオケぼっちはどうしたらいいのかな。なんかここにも赤いライトがあるけど、あ、盛り上げなきゃいけないんだね。なるほど。歌えなくても盛り上げないといけない。ああ、間違えた。途中で帰るやつだよ、これ。さっきの。一番ダメなやつや。カラオケ途中で帰るなんて。あれ？ドリンクバーとかがある。飲み物とかで釣ればいいのかな。あれ？ああ、ダメダメだ。違うな。外に出たら普通にダメなのか。これでマラカスをどうにかして作るんだろうけど。ああ。よし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 。机の足かと思ってた。で、これで盛り上げる。あ。あ。輪に入れてもらえた。あ、でもここに連れてきてもらえてるだけ全然仲良いでしょうね。まあなんかぼっちじゃない気がするけど。まあ、まあいいや。次。ぼっちハザード。怖いな、急に。急に世界線怖。みんながゾンビ化してしまった世界。あ、これもあれやんか、多分。何、普通のゾンビより頑丈なゾンビやん、これ。結構、何、爆弾とか使わないと、銃何発撃っても倒れないような。あ、でもノリノリ。音楽大好き。何、で、下に行ったりするのかな？あっちに寄せて、下に行く。パチャパチャする、ゾンビっぽく偽装する。他に取れそうなものある？だいたいこういうのってさ、ゾンビ系だから、なんかショットガンの弾とかさ、なんかそういう武器とかを拾って武装したりするよね。なんか他に、あ、ポスターがある。あ、あ、やばい、行っちゃうのかな、行けるこれ、このまま。あ、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 怖っ。普通にバレるんや。あれで偽装して腐っても陽キャ。あれで偽装して、あの太いちょっと強めのゾンビをどうかするんだろうけど、これをこっちに貼る。はい、こっちに貼る。違うな。ここでまあ偽装してどうすんのかな。この、あ、こっちにずらしてこっちに貼るんかな。違うな。別に貼れる場所あるこれ。持たせると。違うな。この人たちにあげる。この人にあげる。こっちに貼り付ける。違うな。あ！あ！貼れた。あ、なんだ、貼れるんだ。で、行くんだ。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。あー、いけ、これいけそうよね。これ多分パワータイプやから、これぐらいでバレないはず。よし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 、やっぱりやっぱり。知能は低めなんだ。よし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 、オッケーオッケーオッケー。こうパワーにパラメーター、あ、夢なんか、なるほどね。パワーにパラメーターを振ってるタイプだから、知能は結構低めのやつだ。あー、よかったよかった。よし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 。転倒ぼっち。ん？おばさん、ああああああ、え、待って、どうしようどうしよう、何をどうしよう、ちょっと待って、何、どこをタップしたらいいと、あ、なんか女の人の、ど、何をどうしたらいいと、全然わからん、どうしようどうしよう、どうしよう、あ、気づいてくれた、大丈夫、いける、いけそう、なんか勢いでいけたっぽい、あ、勢いでいけた。全然わからんかった。これこういう風な時間制限の時もあったりするよね。よし、次。あ、なんか怪我してる。入院ぼっちか。入院ぼっちほど辛いことないよね。普通に体も怪我して誰も来てくんないみたいな。ナースコールがある。漫画がある。ただ、取れそうなもん全部取っていこっか。あ、テレビ押せる。すごい、え？え？なんか悲しい、悲しい映像が。頭は悲しい映像が流れたけど、あ、ダメなんかやっぱり。なんだろうな、やっぱり見舞い来てほしいもんね。他に撮れそうなもあるかな。窓開かない。漫画があって、あ、
あ、間違えてんのかな。301号室と302号室で間違えてんだ。で、これ別の人だ、多分。だからこれで、ん？でもこのまんまこの人たち押してもしょうがないよね。多分違う子よね、これ。で？でもこれでも左側行かないしな。漫画渡してみるとか。違うな。302号室ゲットして、こっちにもう一回貼る？違うな。渡す。よし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 、オッケー。でも優しい。もう俺、この子たちに対してなんか、どんどん好感度が上がっていく。こんな同級生欲しいな。親戚？確かに似てる。次。劇団ぼっち。下で、いやもう役の割り振りがすごい、もう、すごいかわいそう。木の役。で、下、キツネとウサギとカエル、何の劇？で、何？あ、ヒーローもいる。で、プロデューサー、スタッフオンリー。鍵がある。服脱がす。すごい寝てるね。服脱がされても。こんなひんむかれても何も。主役は俺だ。裏切りのブルー。これ着せたらいいのかな？主役にならせるとか？はい。ダメじゃん。やっぱ裏切り者はダメなんだ、主役だとしても。ブレイクゲソブロー、全然わからん。じゃあさっきの支配人みたいな人、あれになったらいいのかな。はい。あれを着てスタッフオンリーって書いてあるから、これを着てスタッフオンリーの部屋に、違うな、これはどっちに転ぶんやろ。普通に普通にダメだ。木の役終わってただの木の板置かれてる。どうしようかな。じゃあどうしようかな。これを交換してみるとか、この人にあげる。これをこの人、違うな、他の人にこれをあげるとか、違うな。ポスター見せる。これあれなんじゃない、後ろをさ、シャキーンだと後ろ、開いたやっぱり。で、これを下げて、暗くなってるところに、ここに鍵ある、鍵で開ける。で、この衣装をあげる。ちょっと待って、明るくして、この衣装あげる。この謎の、なんやこれ、この生き物、何これ、リス、なんやこれ。これは一体なんや。まだ前よし、これでクリアと。